おいっす、こんにちは、アメリです。今回は生放送ですね。7周年おめでとうございます。7周年ということで、イルム極性進化ドラゴンキラーと無効貫通2個行くしかないでしょう。超壊滅ドラゴンラッシュつか76の人大丈夫かな。ラドラディアブロスの効果がない、大丈夫かな。スキル使用時に倍率が出ます。なので、しかも悪魔タイプのエンハンスもかかるので、まあめちゃくちゃ強いですよってことで、どれぐらい火力が出るのかやっていきましょう。6コンボとかいらないんだよね、今回は。今回はいらないはずなので、わあ、秒数がな、ちょっと秒数があれですけど、はい、まあこんなもんで、おい、こんなもんでどうかな。どれぐらい火力出るかな、イルムさん。3000万ぐらいの、しかもドラゴンタイプには3倍は刺さるから、まあ1億並みの火力が出てる。で、しかも軽減持ちで HP2 倍リーダーなんで、普通に強いです。ただ悪魔タイプでスキルを1ターンで使用できるキャラって、今のところターリスも違ければ、光バステとも違ったりいるのかな。なんかパッと見で見つからなかったんですよ。いたらごめんなさい。だからそういう普通に使うんじゃなくて、こう周回ドラゴン的な、ドラゴンタイプが出ますよとか、無効貫通に役立てた、神キラー増えますんでね、悪魔タイプなんで、周回には非常に向いてるんじゃないかなっていった感じです。で、スキルがね、スキルを使っていかなきゃいけないので、ちょっとね、あんまり私のターンで全部を全部抜くっていうのは、スキル全部使わされるとやばいかも。後半戦で力尽きちゃう。あれみたい、シャトルランみたいな感じでさ、前半戦でさ、めちゃくちゃ突っ走ったがために、後半戦もう全然ダメみたいな、 1500m 走的なあれを通じるところがあるよね。もうどっか、こいつはとりあえずワンパンするかも。いっそワンパンするか。こいつはとりあえずワンパンしよう。多分これで結構火力が強い。強すぎる。むせるわ、それはむせるわ。根性持ちは無理っす。私根性持ちは無理なんで、他の方に根性までとりあえず取ってもらって、そっからだったら、協力可能です。いや、ラドラ頑張って。強化された、ラドラも強化されたのかな。なんかな、ステータスと聴覚性がついたんだっけ。聴覚性でコンボ強化とかついたんじゃなかったっけ。いや、ディアブロスがちょっときついね。レイさん絶対76のあれ、76切れることを忘れてたでしょ。だったらラードラ私が出したんだ。いなかったかな。いないよね、普通闇ラードラをリーダーにしてる人って、なかなかいないよね。オッケー、5個作ったよ。大丈夫かな。でもドラゴンキラーか、イデアルが頑張ってくれるかな。神じゃないもんね、バランスドラゴン。いや、根性剥がしてくれたら、あとはなんとかできなくはない。いや、エドワード、今のエドワードはどうなんだろう。根性が剥がれた、オッケー。いや、でもロックトロップあるな。まあいいか、めんどくさいけど使います。少なすぎるでしょう、それは。まあいいや、無効貫通がね、あれなんですけど、活かせはしないんですが、とりあえずこれで副属性とかでも、よし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 、めっちゃ強い。副属性でご利用したね。いや、覚醒無効か、つらいな。いや、でも誰かオデ連れてたはず、そこ頑張ってもらおうかな。やっぱあとイルム、私3枚しかないので、この3枚でどうにかしないとやばいっすよ。お、ナイスナイス、いいね、雨宮。いや、8コンボないとブロスが息してない。そう、モンスターハンターコラボ来ますね。モンスターハンターコラボ最高、神。もうあの武器マジで神だから、もうみんなあれに全部石使っていいと思う。嘘。いや、ほんとに、うわ、10コンボ盤面神じゃん、ダードラじゃん。いや、ほんとにね、モンスターハンターの武器は強いんすよ。あー、操作時間縮むのはちょっと待って、操作時間2秒か4秒パスになっちゃった。初期だね、初期。いや、ほんとにモンスターハンターコラボはやばいっす。ディアブロスの 2A 武器とか、私ディアブロスをね、何を隠そう、1体しか持ってなかったがためにもう1体欲しくて、あとパオウルム、あれもお邪魔耐性3個とか、あと暗闇耐性でナルガクルガの装備とか、あれとかもね強いので、ぜひぜひ、いや、もう本当に絶対確保するべきだと思う。ちょっと待って、あのね、私きついっす、これ。
きつい。ちょっとここで使うのは違うと思うんで、軽減張りながら一回ここは耐えましょう。ちょっとここは耐久で、いや軽減があって HP14 万は反則じゃない。しかもスキル使いやもう倍率なんてお化けよ。いやここきついかな。ラードラース色がでもあるか、あるね。あとは8コンボ次第のところある。いやここはぜひ頑張っていただきたかった。いや落ち込む3個ぐらい。いやここでイルム使うのはちょっとなきついっすよね。コンボ吸収とかに弱いんで。誰かたまんないかな、たまんないか。いやエドワードいけるか。エドワード火力で、こいつ何タイプなんだろう。悪魔ドラゴンマシン。いやーシェリアセルスの神キラーが刺さればでかいんだけどね。いやナイスバズーだね。いやー行ってほしいねこれ。オッケーオッケーオッケー、ありがとう神神。よしこっからだね。こっからコンボ吸収はないからこいつ倒せるかな。ワンパンで攻撃キラー武器とかつけてきたらよかったかな。いや危ない危ない。いや頑張ります頑張ります頑張ります。無効貫通頑張ります。2人、まあこうなるよね。いやこれいけるかな、どう。いや強い強すぎる全部俺が抜いてるようなもんじゃんこんなん。いや吸収が光と火じゃなければ私の勝ち。光と火じゃない、光と火以外。いや光入ったか。いや闇火だけじゃきついな。いや 75% 盾張られても大丈夫よ。 75% 盾張られても 75% 盾張られた状態からでも私ワンパンできます。ただちょっとこれは HP 大丈夫かな、怖いね。ラードラは軽減ないんだよね。全パラが 1.5 か。いや8コンボが鬼だね。いやマジで、よしよしよし、パスだねこれは。パス来るね、私にパス。よしこれで勝ったわ。マジ強えじゃん。イルミナじゃないわ、間違えたわ。いい感じに組みたいけど、まああんまり無茶してもあれなので、まあ普通に組んでいきましょう。はい、オッケー、これは勝った、絶対勝った、バカ強い。いや強すぎる強すぎた。アイルーム、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。